東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか浦和ミッドフィルダー柏木陽介が。 ワールド杯ブラジル代表メンバーとのマッチアップの中で世界への道筋を見出した16日の ACL アウェー甲州高台戦では終了間際の同点弾の起点となり貴重な勝ち点1をチームにもたらした移動便が遅れた関係で帰国は17日深夜18日の練習は軽めの調整のみとなった暖かい日差しの中で適度な汗をかいた柏木はピッチを後にすると甲州高台戦を振り返った 元ブラジル代表についてもらったときに、跳ね返す力が足りないと感じた。今思うと、逆にマンツーマンを喜べばよかった。いつも、より前線に近い、ワントップ後方の右シャドウに入った柏木は、ミッドフィルダー、パウリーニョのマンマークを受けることになった。相手は、ブラジル代表として、14年のワールド杯に主力として出場した世界クラスの選手。柏木は、縦パスを受ける際、背後から激しくコンタクトされ、 序盤は思うようよななプレーができなかった必死やったから、終わってみて、ああ、彼が来てくれてたんやなと気づいた。やってる途中は、とにかくプレッシャーを嫌がっていた自分がいた。ワールド杯で優勝した監督の判断で、ブラジル代表の選手にマンツーマンでついてもらってる。そのことを喜んで、楽しくやれたらきっと違った。相手との駆け引きを楽しむような、普段のリズムでできなかったことを、ひたすら残念がる。 次こそはあでも今度はシャドウじゃないかなまたっとない機会だったことを再確認し苦笑いするしかし浦和や代表で任される本職のボランチでも今回の経験は生かせると柏木は強調する相手が引いている状況ならボランチの位置から前に出て相手選手の間でパスを受ける機会あるいは必要ができるその時に相手がどういうプレッシャーをかけてくるのか ブラジル代表級の選手の圧力をかわしきれるような力をつけたら、世界と戦える選手になれる。世界クラスの選手とマッチアップしないと、気づけないことがある。柏木は、自分を高めるための道筋を語り出した。ハイレベルな相手と試合をすることで、自分は高められるんだなと、欧州チャンピオンズリーグを見ていても思う。あのプレッシャーの中で、ミスもせえへん。あそこまで行くと異次元やけどね。俺は、まず、 代表や ACL で世界と戦いながら、自分のレベルを上げる。それで、J リーグの底上げもしていって、普段から、自分をさらに高められるようにしていきたい。柏木は、もう一つ、今回の戦いの中で見つけた、自分と日本の課題を語った。最初に、パウリーニョに、背後からプレッシャーに来られたときに、怖さを覚えて、しばらく、その感覚が残ったままだったから、うまくいかんかった。 個々のレベルは拮抗していても、チーム戦になると、日本のそういう弱さはある。先日、FC ソウルミッドフィルダー高萩洋次郎と電話し、得た証言も明かす。韓国では、日本勢は、最初にガツンと言っておけば、すぐにビビると言われてとるみたい。おそらく中国もそう。きっとそう思われている。立ち合い負けせず、どう、自分たちの流れを作るか。勝負をものにするための駆け引き。 民族性や文化的に、あらゆる競技において、日本の課題といえるかもしれない。そこで、逆に日本が仕掛けていけたら、もっと、自分たちの良さが出るんや、ないかとも思う。今回は、本当に勉強になった。21日にリーグで対戦する湘南は、試合開始直後から、激しくプレッシャーをかけてくる。そこは、中国や韓国と似とると思う。個人的にすごくいい相手やと思っているし。 難しい試合になる相手のプレッシャーに対して慌てずプレーできればいいそれに尽きる激戦の中で得た学びそれを実践する機会がすぐに来る柏木は大きな瞳をランランと輝かせながらロッカールームへと消えていった